中村時博知事に愛媛県のことについていろいろ伺う番組知事さんに聞く愛の国笑顔あふれる愛媛県の実現に向けたさまざまな施策や取り組みについてわかりやすくお話しいただきます中村知事どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします今回お話しいただくテーマは対カンボジア経済交流ミッションについてです 中村知事は、愛媛県経済の活性化に向け全国に先駆けて営業本部を立ち上げ自らトップセールスを行うなど県内企業の販路開拓支援に取り組んでいますが国内はもとより海外でも精力的に営業活動を展開されています。今月は今年1月に実施したタイ・カンボジア経済交流ミッションについてその内容や今後の取り組みなどを伺ってまいります。 まずはタイについてお話しいただきたいんですが、はい、これまでのタイとの経済交流の経緯や今回の訪問の内容を教えてください、はい、あのまずですね愛媛、えー、県県庁として経済政策をどう捉えるかということを当初考えたときに、はい、まあ自分の持ち味が生かせる新たな手法はないかなと模索していたんですが、まあ、自分の経験というのはあの商社にいましたので、まあ、商社マン時代の経験を生かした 取り組みがいいんじゃないかなと考えたんですね。で、まあ県内の企業技術力もあったり、一時産業では素晴らしい品質のものを作られたりっていうのはあるんですけども、資本が小さいがゆえに、まあ営業力が弱いという弱点を共通して抱えていました。はい、で、それをこうカバーする展開として考えたのが営業本部という組織の設置だったんですけども、まあただ単にあの本部作ったって、えー、まあ なんていうか例えば海外行くときに原産品並べて日系メーカーのスーパーマーケットでフェアやって、えー、お偉い人を呼んで、えー、テープカットして写真撮って「はいやりました」こんなの何の意味もないんですね、はい、そうじゃなくて「ビジネスとは何ぞや」というところから、えー、しっかりと掘り下げて、えーまあ、これは極秘丸秘事項ですけども。はい フォローをしっかりするような体制をどう体系的に作るかということをやって初めて実績が上がってくるんじゃないかなというふうなことを考えたんです。はい、で何も愛媛県が 利益を上げるということを目的としているんではなくて県内企業に新たな手法で県の信用力をうまく活用しながら新しい販売ルートを確立してあげるお手伝いをするとそうなると県内企業に売り上げが生じる利益が生じるそれは取りも直さず雇用が発生する税収が上がる設備投資が行われるそうやって間接的に返ってくるというここが収益なんだというふうな 概念を組み立てて営業本部というのを立ち上げています、はい、で特に少子高齢化人口減少で国内のマーケットはちっちゃくなっていくことは避けられないんで必然的に地方の企業もものづくりも一次産業も含めて海外へ。 目を向けざるを得ない時代が来ているわけですからえそれをこう県内の経済界なんかと一緒になってですね組み立てることができればなとでここ数年がチャンスだと思ったのはちょうど商社の同期たちが各国の責任者をやっていますからもうこんなのはもう無償ボランティアで,ですねフル活用するということで積極的に打って出る展開をしています。打っってて出るにあたってはう それぞれの国の政治情勢の安定度であるとか親日度であるとか関心度であるとかいろんなものを分析して国ごとにターゲットゾーンを決めて でタイやカンボジアというのはまあ第2ターゲットゾーンから第3ターゲットゾーンの国々として選んでいました、はい、で4年前にタイの方にも行ってきたんですけども、まあ、あの非常に政情も安定してますし親日的ですし日本の愛媛県の企業の皆さんも関心が高いということもあって4年前はです、ね、工業省、向こうの政府機関と愛媛県の間で経済連携の覚書を締結してそれ以来 個別の商談会を毎年毎年年実施するようになりたした、はい、で今までに延べ40社がこのマッチングビジネスマッチングに参加をしていましてすでに16社が現地に進出するなど広がりを見せているところなんですね、はいで。今回は67名という経済界と一緒になったミッションで行ってきました。はい でえー、今回またタイの工業省に行ってきたんですけども新たな取り組み、まあ、行くからには新しい取り組みなかったら意味がないですからあの本当にありがたかったのはあのイオシの NS コーポレーションという会社これは食品加工の会社なんですけども、はい、その会社が作っている機械を寄贈してもいいということになりましたんで、はいはい、タイの工業省にこれは愛媛県がつないで でこのことによってこれドライフルーツとかいろんなもの作れる乾燥機なんですけどもタイ,のタイはあの水産資源は豊富なんですけども、まあ、農業も豊富なんですが加工技術が弱いんで、はい、これをこう政府機関に設置された NS さんの機械を自由に使って、えー、トライをするとでそこで関心が生まれれば例えばその NS さんが寄付した同じ機械が欲しいとか。 新たなビジネスにもつながりますしまたこういう技術があるんだったらそれを加工するさらなる技術を共同してやりたいという申し出があるかもしれないので、まあ、非常にあのこれはあのいいきっかけが生まれるんじゃないかなというふうに思いましたので、はい、立ち会ってまいりました。はいはい その、ね、寄贈した機会にもすごく期待が持てますし、ええはい、今後の取り組みというのはいかかがででしょうかそうそすねあのお、まあ、あの今回はこのタイの工業省があのしっかりとこれを活用するよう約束してくれましたので、はいえー、それは次なる展開に、えー、あの自動的に流れていくと思うんですが、まあ、もう一つは CP フーズという、えー、タイで最も大きな食品関係のおグループ会社にも行ってきまして、はい、まあこういったところでも愛媛の産品が なんとか売れないかなというきっかけ作りはしてきたのでこれから拡大していけたらなとどうなるか分かりませんけど先ほど言って終わりじゃないですからこれからしっかりとフォローしていきたいなというふうに思ってます、はい。そのの他ににもも直接の直接行便はタイトは飛んんでませんけども昨年これから広島に タイからの直行便が飛び始めましたので、まあ、これを活用した観光交流であるとか、まあ、こういったところにも足を踏み込んでいきたいなというふうには思ってます、はいも今後さらなる交流が生まれてくるといいなというそれでは続いてはカンボジアについて、はいはい、伺ってまいりたいんですが、はい、これまでの経済交流の経緯や今回の訪問の内容を教えてください。はいまあ、カンボジアはですね あのこれは本当に県の出身者に高山さんという方がいてもともと自衛隊にいらっしゃったんですが退職した後にそのノウハウを生かしてカンボジア昔内戦が非常に激しかったところまあ大昔ですけどね、はい、でその時の船井さんとしてタイとの国境地帯に数多くの地雷が埋まっているんですねでそれを撤去するということに大の人生をかけた方がいらっしゃって。 でその方を通じて何度かこの地域の州知事をはじめ要人たちが愛媛県に来県をされた経緯があるんですよ、はい、であちらからはぜひ交流をと言われていたんですが、まあ、優先順位からいくとカンボジアというのは人口規模が1600万人ぐらいなんでそう大きくはないと、まあ、最近、カンボジア発展著しくてですね、まあ、水は安,全安心にして飲めますし治安もものすごくいいですし。はい 親日的ですしもちろん中国の影響が非常に強くなってきているんですが人の交流とかいろんな可能性があるなというふうに思ったんで2年前に初めて行ってきました、はい、で高山さんにもいろいろとお手伝いいただいてあちらの副市長宗建さんという方ともお会いしてその時にぜひこの地雷撤去の地域であるバッタンバンこれから伸びていくんで。 ないいだろううかとのが2年前だったんです、ねはい、でこの場所はバッタンバン州というんですけども今、日本の国道が急ピッチで整備されています。かたや日本の ODA でかたや中国の ODA で、はい、競い合うようにすさまじい勢いで整備が進んでいてこれが進むとプノンペンからシェムリアップバッタンバンとその先がタイの国境地帯なんですね。で、はい、ですから陸路で初めて あの道路の整備に伴って貿易拠点になりうる可能性があるんですね。はい、そうするとタイカンボジアを拠点にしてタイの貿易も視野に入ってくるというまあ可能性が生まれてくるんでえここだなという感じはしてたんですよ。2> はい、で2年前に伺った時はもう一つの目的があの人手不足を解消するための技能実習生のチャンネルができないかということでえあちらの政府機関と話をしてまあ 送り出し機関と受け入れ機関のマッチングをしっかりすることでトラブルのない人的な交流をということでルートを作ってきたんですけどもまああの当時はほとんど来てなかったんですが今もうそうそですねだいぶ増えて 100, 100人から200人ぐらいはカンボジアから愛媛県に来ていただいていますあ、はいはい、これがまあ状態化するで今後はまたさらにステップアップしていくと教育数字も上がってくると思いますから。 例えば介護の分野でどうだろうかとかいろんな展開が可能になってくる可能性はあると思うんですね。えー、今回はバッタンバン州の知事との間で、えー、正式に交流の覚書も締結してきましたそれから2年前に課題をいただいた総研、えー、副市長にもお会いしてで今後のフォローをお願いしてきましたんで、えーまあ、すでにあの高山さんや、えー、四国中央市の企業の皆さんがタイアップして4社 ババッタンバン州には紙の関係の会社が進出し始めていますので、はい、まあこうしたような交流も拡大していく可能性があるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でタイにせよカンボジアにせよ、まあ、たまたまあのそこの私が元いた会社の責任者が同期だったのでもうフル活用させてもらいますが <laughs>、はい、今回、そのバッタンバン州と覚書を締結したということなんですが、はい、どんな内容なんでしょうか。愛媛県 からの技術提供っていうことはあの加工に非常に関心があるんですねで既に高山さんのところで会社が立ち上がっていてキャッサバというあの、まあ、野菜の一種がたくさん取れるんですけども、はい、これを活用した焼酎を生み出して、はい、既に販売して輸出まで始まっているような事業も立ち上がっているんで、はい、まあこうした素材がたくさんありますからそれを加工する技術 を提携してタイアップしながらビジネスに結びついていくということがまず第一考えられるんじゃないかと思います。はい、それからもう一つはあの人材育成ですね。えまだまだ教育水準えあの制度が行き渡ってないですから、こういったところでもタイアップができる可能性があるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。こういった覚書を締結することでより こうお互いいの関係が良くくなっていくんでしょうかそうです、ね、あの民間が対あのこうした関わりのないところに出ていったときに例えば手続きであるとかサポートであるとか助成、えー、制度であるとか、まあ、いろんなものもありますけどもお行政が同士がここの地域の人たちはきちっとした対応関係があるんだということがあれば。 行政がサービスを提供するときのお力の入れ具合が全然違ってきますんで、はい、あのでこれは非常に大きなテーマあのポイントになってくると思いますね。はい、でそれがあればこそ今回知事向こうの知事との間で愛媛のことはよろしくということとそれから国の,もあの制度の問題も出てきますので副首相にもちゃんとあってあなたが出した課題の答えなんですから。 何か今後展開するときは責任を持ってフォローしてくださいよという、まあ、もうちょっと柔らかく言ってますけど、はい、あのそういうところもしっかりと担保としてて取ってきたつもりです、はい、それでは最後にです、ね、カンボジアとの経済交流の今後の取り組みをお聞かせください、はいあのまあ、日本の国がですね 平均年齢も43とアジアの中では突出して高くて、えーまあ、経済力はあっても技術力はあっても人口が減少するという大きな課題に直面をしているとそういう中で成長を著しいアジアの国々は平均年齢はもう20代ですし本当に人口も拡大の一途をたどっているというこれからの発展が 可能性として高くなってきている地域ですからしっかりと個々の国々カンボジアも含めて特性を見極めながらですね効果的な交流を行政の方で開拓をしそれをもって県内の企業や生産者の皆さんにフィードバックできるように全力で県として頑張っていきたいと思っています。はい 今回のこういう県の取り組みを通じて私たちもこうそれぞれの国に対するこう興味がはいもっと湧いてくるなと思います,、はいすね、特にあのこれから一層国際的なつながりを強くせざるを得ないこうした国々との競争も激化するだから僕らの時代じゃなくて次の若い世代はもっともっと外に目を向けてほしいなと思いますので、まあ、行ってみようかなというこういう県の取り組みがそういった世代のきっかけになればという,ふうに思っています。はい 今回はタイ・カンボジア経済交流ミッションについてお話しいただきました中村知事どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました